日本東京都杉並区宮前宮前は、東京都杉並区の地名。現行行政地名は、宮前1丁目から宮前5丁目。住居表示実施済み。郵便番号は168-0081。杉並区中西部、環状8号線の西側に所在する。かつては、町域内に昭安川が流れていたが、現在は暗渠化されている。 かつての大宮前日田の名称を1932年に区が略称へ変更した。理由は区内に大宮八幡宮のある大宮との混同を避けるためであり、国区肉の策と言える。大宮前と大宮町が一緒になった1932年の杉並区発足以降、略称として用いられることがあった。例として、高井戸第四小学校創立。 当時大宮前6丁目が、計画時の歌唱、大宮前、小学校から変更になったことや、宮前中学校創立、当時大宮前2丁目は創立当時から、台をつけていないのが挙げられる。大宮前神殿は、武蔵国豊島郡関村の井口八郎右衛門が1658年頃、五日市街道沿いの開墾の成功を祈願して建てた、春日神社に由来する。 京より江戸へ下る時き当地が、大宮八万宮の手前にあたるから、大宮前へといった説もある。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は通っていない。関東バス小木60系統で、JR 東日本中央線の小木久保駅へ出られる。他南下していけば、 京王井の頭線の富士見が、岡駅、久賀山駅にも行ける。また、2008年11月より、杉並コミュニティバス杉丸でも、西荻窪駅、久賀山駅に出られるようになった。また、住居表示実施前の急丁名でも、最短距離で約40メートル足りず、西荻窪駅に接していない。ありがとうございます。